はいどうも、今日はですねこちらのお話でございます。炎上ノーマスク民好奇心から反発というお話なんですけれども、あ、ちなみに今日はなんちゃら主権党とか、まあ、スパセさんのお話ではないですまた別の方のお話で、まあ、ノーマスクの方ってなんでこう炎上するんでしょうね、なんていうのかな、いやマスクしたくない気持ちはなんとなくわかるんですよ。マスクしたくない気持ちはわかるんだけれども、なんでこうもさわがままを押し通そうとするのかなっていうところが俺的にはね非常に疑問な今回のツイートだったので、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。ほんとね自己中限りないようなツイートになってると私は思っておりますので、ちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それがこちらですね。お名前の方がスーアット手をかけすぎない育児と発酵ということで、まあ今育児中の方なんでしょうかね。あと発酵食品が好きそうな感じのお名前ですけども、まあちょっとね他のツイートは見てませんので何とも言えません。じゃあちょっと読んでいきます。ノーマスクにこだわる私だってそれが普通だから、まああなたにとっての普通なんだろうね、はい、世間一般でいう普通っていうものではないとは正直思ってます。ほら普通ってね人それぞれいろいろだから、まあこの方にとっての普通なんでしょうね。昨日ドコモショップでマスクはしてくださいねと言われました。まあ普通の対応だと思います、このご時世ですからね。笑顔で大丈夫ですよ私は元気ですと言ったけどダメでしたしあなたが元気とか元気でないとか、ドコモショップのその店員さんには関係ないと思うんです会話できますか息苦しいしたくないですと言ってもダメです。いや最初からそう言おうよ、ね、あなたがしたくないだけでしょね、そういう風に最初から言えばいいんですよ。大丈夫ですよ私は元気ですとか関係ないから、あなたがしたくない、いやすいませんしたくないですって言えばいいだけだと思います。はい、とスタッフの方がご病気ですかと言われて茶番に付き合えないいやいやまずねごめん俺から言わせると、大丈夫ですよ私は元気ですっていう受け答えが私にとってはもう茶番にしか見えないんだけど会話が成り立ってないから、まず私は諦めませんでしたはいはい、頑張るね頑張るね。病気だという証拠は必要ですか。いや証拠が必要とかじゃなくて自己申告を求めてるだけじゃないですか、ね、あなたが病気ですっていうふうに言えば、あそうですかってなるだけの話で、ね、あなたが病気じゃないって、いや別にそういう病気じゃなくてただ単にマスクをしたくないだけなんですって言えば、お願いしますっていうことを再度言われるだけなので、証拠とかそういう話じゃないんですよね、あなたの自己申告を求めているだけですので、なぜそこで証拠とかって話に飛躍するのかをちょっとよくわからないな。で、副店長とスタッフの方が相談されて、すいませんマスクをしていただけないなら対応できません、おそらく副店長からこういうふうに言えっていうことで、まあ、指示を受けたんでしょうね。はい、でマスクをしてくださいとお願いされてますよね、ならマスクが必要な理由その証拠を見せてもらえますか。マスクが必要な理由は、お店の方が求めているからです。はい、その証拠、はい、証拠も何も、お店の方がマスクをすることを求めているからです。それ以外に何もありません。はい、ね、お店のルールを決めるのはお店の自由です。はい、ここは公共の機関ではございませんので、一営利企業でございますので、そのね、店舗内のルールを決めるのはその店舗に委ねられておりますので、まあそのスタッフに委ねられるかは別として、その会社にね、その決定権はありますので、どのようなハウスルールを設けたとしても公序良俗に反しない限りはそれは許されるとは思います。そしてこのご時世ですね、マスクをするように求めることに関しては何も問題がないというふうに私は思っておりますので、その証拠も何もお店の方がマスクをするように求めたからということに他ならないかと思っております。こんなことやめたいけどやめられない自分がいて驚きましたが続けました。やめたいけどやめられない、ただ単にあなたがやりたいだけでしょそれをやめたいけどやめられないっていうのはちょっとよくわからない。あなたがやろうと思って判断しているわけだから、別にやめたいっていう話にはならないと思うよ。あなたが自分でそうしたいというふうに思ったわけだから、やめたいならやめればいいじゃん。やめられない何か理由でもあるんですか、何か病気ですかねえねえ、やめたいけどやめられないって何か理由であるんですか、何か証拠があるんですか。そういう問題ではなく、他のお客様が不安になられるし、一人一人に私が説明して回らないといけないので、まあ、この一人一人に説明して回らないといけないのでっていうこのスタッフさんの発言はちょっとよくわからないけれども、まあ他のお客さんがね
不安になられるしっていうのはちょっとわかりますよね。あの人マスクしてないじゃんみたいな感じで、まあお店にいる方が不安になるっていうのは私もわかりますので、まあそれを言ってるんだと思います。ただ説明して回る必要はあるかな。まあ聞かれたらね、まあ答えたりとかっていうことはねすればいいと思うけども、わざわざ聞かれないのに説明して回る必要はないんじゃないかなとは思いますけどね。うん、私もお客様として来ているのだけど、うん、まあ客として来ているのはわかるけども、そのお店の中でなんかね、お店の人に何か求めるんだったらそのルールに従ったらいいんじゃないですかっていうだけの話ですよ。お店の方もそれに従えないんだったら対応できないですよっていうふうにね言ってるだけなので何も問題ないと思いますけど。で、マスクをしていない顧客には対応してもらえないのですか。いや、さっき言ったやんマスクしていただけないなら対応しませんって言ったんだから話聞いてるあなたって俺思っちゃったんだけど。で、そこでまた副店長とスタッフの方が相談されているようです。で、そこで、副店長が登場しまして、お客様大丈夫です、対応させていただきます、マスクは義務ではないですからっていうことでね、まあめんどくせえ、まあとりあえずやっとけ、めんどくせえからなんか問題になったら嫌だからっていう感じで多分副店長が出てきて、もう対応しちゃえよっていう感じで来たんでしょうね、おそらくね。私は終始穏やかに話していたんだけど、多分めんどくさい客対応という着地で、その通りだと思いますはい、これ以上ぐだぐだ言うとまたねスタッフの時間が取られるし、なんやかんやねヘリクスこね回して時間だけ取られるから、もうめんどくせえから対応してさっさと返しまえよっていう対応だと思いますよだってめんどくせえもんだって、そんなめんどくせえ客にさいちいち時間かけてる暇ねえからさ、もう多少のリスクは負ってでも、そんなのがね店に長くいることの方がコロナとかのリスクが高くなっちゃうから、だったらもうとっととね、多少のリスクは負ってでも対応してもう店から出てってもらった方がもうお客さんのためにもなるしスタッフのためにもなるからってんで対応したんだと思いますけどね。180度対応が変わる企業いや普通だと思うよ、普通だと思うよ。だってこれ以上さね押し問答みたいなことやってたって時間の無駄だしさ、そこにねこんな人がいること自体がさ店にとってのリスクにしかならないわけだから、だったらそんなね押し問答を繰り返してさ、ああだこうだ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 やるぐらいだったらもう対応しちゃってさ、とっとと店からいなくなってもらった方がスタッフにとってもね、お客さんにとっても幸せなことだからっていうだけの話ですよ。いろんな状況を鑑みてね、あなたのことも鑑みて全部をひっくるめて一番最善の方法ね、リスクの低い方法を選んだっていうだけの形だと思う。まあかなり柔軟に対応されたんじゃないですか、この副店長という方は。どうしても店舗じゃないとできない処理だったので言ったけど、解約関係の手続きでよかった、消耗する、知らんがら自分でふっかけただけやろ、おとなしくマスクしたらええやん別にね、お店の人がそう求めてるんだからさ、それをしたらいいだけじゃないですか。てかわがまま言うんだったら自分がわがまま言って許される空間でしたらいいやん、自分家でノーマスクで過ごしたらいいやん、ね、人んところ行ってさ私はこうしたいっていう風に言うのはただのわがままよ。前はマスクなんかいらなかったっていう風に多分ねこうやってノーマスクの人は言うと思うんだけど、前は前、今はこうなの、今のね社会の情勢っていうのはこうなってるんだから、そういう風にその情勢に合わせてお店の人はマスクをすることを求めているだけなんだから、それがね自分のね希望通りいかないからって自分のね希望を押し通そうとするのはそれはただのわがままよ。自分の論理を押し通すべきでないところで自分の論理を押し通すってさ、すげえわがままだと思うの。いやそれが許されるところでやればいいと思うんだけども、それをさ人のところまで行ってそれをね私はこうだからってあんたの言うことなんか聞きませんっていう風にやるのはさ、ちょっと大人としてどうかと思うわけですよ俺としてはね。いや業に入れては業に従えっていう話もあるわけでさ、別にマスクを求めること自体は何も法に反していないわけだから、それに従えないんだったら店から出てくれって言われたって何もおかしくないことだと思うんですよ。なんでわかんない、マスパセさんもそうじゃない、なんでわかんないのかな、こういう人たちってすげえわがままだよね。スマートにさっとマスクをつけてればこんなに消耗しない、普段同行者がいたりするとつけることだってある、でも昨日の私はそれができなかった、ただ単にわがまま爆発しちゃっただけでしょねえ、自分の気分でわがまま言いたくなっちゃっただけでしょねえ、どうなるかな、どういう対応されるんかなという好奇心もあったと思う、お子ちゃまなんだろうね、おかげで分かったこともある、口先の対応では人は動かない、少なくとも私はって、うん、別にお店の人が間違っているわけじゃないし、それを求めることに何もなんだろう
合理的な理由がなかったとしても、その公序良俗に反していない限りは別にお店のルールとしてね、それを求めることは何も悪くないわけだから、まああなたにとってはそのマスクをするってことがね、合理的な理由に理由はないと思ってるんだろうけども、求めてる人たちにとってはそれがね、合理的な理由があるわけですよ。まあ俺はね、そのね、求める理由っていうのはなんとなく分かっているので、この人たちが求めることに関しては何らおかしいとは思わないんですよ。じゃあどういうふうに判断するかって言ったら、さっきも何度も言ってるけれどもね、そのお互 い意見がさ相反してるわけじゃないですか。マスクがいる、マスクはいらないっていうね、このスーさんっていう人とこのドコモショップで対立しているわけだから、じゃあ人のところ行ってんだから、そのルールに従うのは当たり前なんじゃないのっていうところが落としどころなんじゃないですか。他の方も言ってるけどさ、じゃあさ、あなたの家に行ってさ、じゃあ土足でさ、家の中に土足で上がらないでくれっていう風に言ってんのに、いや俺いつも土足で上がってるから気にしなくていいよっていう風に言われたら、それはおかしいと思うでしょ。それと変わんないよ。だって俺んち土足だもん、なんで靴脱がなきゃいけないのって言われたら、いやうちはだから靴脱いでもらうのがルールだからって話になっちゃうじゃない。その症状が出るとか出ないとか別にしてさ、俺はさ誰かに感染させたくないと思っているから、やっぱりマスクはするわけですよ。マスクってほら、自分が感染しないようにねするためのものっていう意味合いよりも、飛沫を飛ばさないようにするっていう意味合いの方がかなり大きいものじゃないですか、マスクって。だからね、例えば自分がさ、もしそのコロナウイルスを持ってたとしてさ、それを撒き散らして誰かに移してしまったってなるとさ、例えばそのスタッフの人が移ってしまったってなると、そこから休まなきゃいけなかったりするわけじゃないですかね、コロナウイルスの影響がなくなるまで。そうなっちゃうとやっぱ俺嫌だからさ、だからやっぱりマスクはしますよ。だからさ、この人ってさ、自分がもし持ってたとしてその人に移してしまったらっていうことを考えないのかなと思ううんですよ。いや自分がうつるうつらないなんて別にどうでもよくて、ね、それはね自分で手洗いうがいしてさ対処すればいいと思うんだけども、もし自分が持ってて他の人にうつしたら、その人ってすごい迷惑被るよねっていう風にさ普通考えると思うんだけど、この人ってその頭なさそうだよね。そうやって休まなきゃいけなくなっちゃったりしたらさ、その人のその業務のもう支障出るわけだろうしさ、収入にももしかしたら影響出る可能性だってあるわけじゃないですか。そう考えるとさ、やっぱりおっしゃると移せないと思うんですよ。だからね、そういう点から見てもこの方ってただの自己中なんじゃねえかなっていうふうに俺は見てるんですけど、皆さんいかがですかね。ていうかさ、もう一個いいですか、もう一個いいですか。あのね、俺めっちゃ気になってたんだけど、普段同行者がいたりするとつけることだってあるって言ってるんだけど、いやいや、ちょっと待って、あなた、ノーマスクにこだわる私だってそれが普通だからって言ってんだけど、どっちねえ、どっちなの矛盾してるんだけど、ノーマスクにこだわるのになんで同行者がいるとマスクつけるの、よくわからないんですけど、もうそれってこだわってないよね。あなたの気分次第ってことだよね、要はね。いや、それはちょっとおかしいと思うぜ。ただのわがままやん、もうこっから見ても。いや、本当にね、自分の主義主張があって、どうしても絶対に何があってもマスクしないっていうんだったら、まあね、ノーマスクにこだわるっていうのはわかるけれども、ね。普段同行者がいたりするとつけることだってあるって言ってんのはさ、いやもうそれはあなたの気分次第でつけたりつけなかったりっていうだけの話になっちゃうから、ほんとただのわがままっていうだけの話になっちゃうんですけどね、どうなんですかここ。スーさん、ちょっとお答えいただけませんか、ぜひ。まあ一応ね、そんな感じのことを私は思っておりますが、皆さんはどのように思われますでしょうか。ちなみにまあいろんなねコメントもちょっとご紹介したいところではあるんですけれども、大体皆さんが思ってることを他の方も言ってます。はい、一応ね概要欄にこのね、ツイートの URL を貼っておきますので、気になる方はぜひそちらの方を見ていただければ、どんなコメントがあるかすぐ分かりますので、よかったらコメント欄の方ね、自分で確認してみてください。はい、ということでね、今回のこのノーマスク民について皆さんどのように思われましたでしょうか。何かね思うことございましたら、ぜひねコメント欄の方でコメントしていただけると大変嬉しく思います。あとはこの動画がいいなというふうに思っていただければ、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。以上。